はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日一緒に行っていただくサポートのメンバーはパッフィーさんと、ジョバンニさんとジルさんになります。で、やるのはですね、メインストーリーの続き、村の宿屋で休むといいと勧められたってことは休んだ方がいいんでしょうね、おそらく。戦うんだろうな、この魔炎鳥っていうんですかね、強いのかな。宿屋、とりあえず宿屋行ってみましょうかね。こっちかな。上に行けんのかなこれ。あ、行ける。上になんかあるかな。何にもないぞこの宿屋は。でここで寝るのか、なんか雑魚寝みたいなもんですね。なんかまあいいや、とりあえず特に休む必要ないんですけどね、クエスト上必要であれば。押し進みましたね。なんだ、長老というかおじさま方が、おばあさま方が集まってますね。ずいぶん回復した？早いな。村一番の勇士であるフレゼロが亡くなるとは、そこばっかりだね。神官様は戦うのも強そうですね、今の話だと。さてさて、言った、とりあえず赤い人に話を聞いてみますか。村の北の方に3軒並んでる民家の一番東、なるほど。じゃあちょっと行ってみましょうか。ここかな。結構入り組んでて分かりにくいよね、ここ。結構このギダっていう人がポイントになってんじゃないかな。そんな一晩で火傷が治るなんてすごいですね。あ、火傷とは言ってないのか。お、もう立てるのか。異世界から来た。異世界になっちゃうのか。目がなんか猫みたいだね。全員で戦い、もう少しで倒せるところまで行った。
おお、地獄はそれからだった。近くを流れるマグマを食べるとたちまち傷が回復していった。マジか。僕と兄さんだけが残った。おお。何を思ったのか突然危険を顧みず、野猿鳥の尻尾に生えていた真っ赤な尾っぽをもぎ取った。尾っぽじゃないね、尾羽ね。それを僕に託してこう言ったんだ。炎樹、炎、木の丘池。あの曲だ、あの曲を弾くんだ。あ、これやっぱヒントなんだ。それを聞いて僕は走り出した。突然兄さんも一緒だと思っ、当然兄さんも一緒だと思って、そしてその時、兄さんは持っていった火薬壺を爆発させて落盤を起こしたんだ。ああ、なるほどね。それで逃げ帰ってきたんだ。で、その羽はどうしたんだ？持ってんのかな？羽は持ってんの？僕たちの思い出が眠っています。一緒に行くのか。村を出てずっと南に行った先の森林地帯にあります。なんで戦闘機って行かなきゃいけないんだ。異世界の人間だぞ。ということで異世界の人間が戦闘を切っていくことになりました。道も分かんないのに。まあしゃあないね、行くしかないですね。道も分かんないのに。で、燃えてる木がいっぱい生えてる丘。そんなとこなのか。あ、そうだ、あれをね、食べましょう。これ。さてと、どこだって？結構遠いですね。とりあえず今回の、一緒に行っていただくメンバーはこんな感じです。バッフィーさん、ジョバンニさん、ジルさんですね。じゃあちょっとカットしますかね。遠くないかな。まあ、ちょっと行ってみる。このまま動画が長くなっちゃうんだな。あ、割と近いかも。何が広いのかな。溶岩のかけら。わあ、ピキンって言うな。やっぱそりゃそうだよね。新しい世界だからみんな強いよね、きっと。わ、確かになんか燃えてるわ。すごい世界ですね。よくこんなとこ住んでるな。うわ、もっとすごいじゃん、あっちの方。ということでこの辺りみたいですね。わー、すごいわ。
さらに進むんですね。あの木に向かってるみたいですね。ああ、ムービーになった。みんな暑さを感じなそうに歩ってるけど、この辺りに何があるの？いやー、すごいね、暑そう。お、なんか出てきた。盾？あ、違うな、楽器だな、きっと。なんか弾いて村長に言われて、兄さんと二人で来てハープを埋めた。なるほどね。暮らしが楽になったらまた演奏を聴かせてほしい。なるほど、楽になるのかな。は知ってるの？炎のように燃え上がる聖なる鳥よ、天より高く舞い上がり見守りたまえ、我ら竜の民を永遠に。歌うのか今度は。これはかつてこの地の守り神である聖鳥に祈りを捧げるため奏でられた曲。祈りの鳥の曲。昔この地の竜族が聖鳥の怒りを買った時に、彼らが祈り鳥の曲を奏でて怒りを鎮め、この地は救われたという逸話があります。はあ、大神殿。持ってんのか、やっぱ羽。おお、なんかすごい綺麗な羽ですね。深紅の聖地はその身に宿す地上をさまよう死者の思いを、そしていざなわん安息の地へと。この曲の歌詞を知っていたのかもしれません。なるほど。万円鳥に生えていた一枚の真っ赤な羽を見て、目の前にいる万円鳥は成長であることを。敵じゃなかったのか、もともと。
そしてこの曲でなければ万延長の怒りを鎮められないことを、やっぱキーだったんだね。村の東にある煉獄の谷へ向かいます。万延長の住処はその谷の奥にあるんです。なるほど。落盤によって塞がれてしまいましたが、確か細い脇道を行けば行けるはず。祈り鳥の曲を弾いて万延長の怒りを鎮める。ここで弾いたんじゃダメなんだね。どうか力を貸してくれませんか。いいえ。ああ、そういう展開になるのか。ちょっと後悔してしまった、いい絵を選んで。まあでも同じでしょうね。先に行ってますぐらいになるだけじゃないかな。はい、ということでね、今回この辺で終わりですかね。ほんとちょこちょこの進み方で申し訳ないですが、結構長くなっちゃうんでね、まあしょうがないですね。ということで、どこだって煉獄の谷。割とマップがちっちゃいんで、そんなに時間かけずに行けるようですね。で、気になるのが左側の生徒エジャルナ、まだ行ってませんけど、どんなとこなんだろう。まあ、とりあえず次回はね、煉獄の谷ですか、行ってみたいと思います。ちょっとボス戦になる予感だな。まあ頑張っていきたいと思います。おそらくメンバーもね、同じメンバーで行くことになるかなと思います。それではですね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。